Video Diary April 7th, 2020 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan ビデオ日誌2020年4月7日林博史です。こんにちは。先ほどワイフとこんな話をしました。ミケランジェロの代表作と言っても良い彫刻にモーゼ像という像があります。あのモーゼ像は実はモーゼの像ではなくてゼウス像であるというのが私の主張ということになります。でそのことをお話したらですね、少し盛り上がったわけですけども、どうしてミケランジェロはゼウス像を彫りながらモーゼ像としたのかということなんですね。もっともこんなこと言ってるのは世界広しといえどもですね、私林博史一人だけなんですよ。誰もミケランジェロの彫ったあの像をですね疑ってないと言いますか、あれはモーゼ像だというわけです。ところがですね、ミケランジェロが彫ったモーゼ像と1680年ですよね、ミケランジェロはその時もう生きていませんでしたけども、トルコのスミルナ、現地ではイズミルという地名の場所なんですけども、1680年、ミケランジェロが活躍したのは1500年前後ですからね、それから150年ぐらい経ってからのことなんですけども、トルコのイズミル、 SMYRNA と書いてですね、イズミルと読むのだそうですけども、英語式に読めばですねスミルナということになるわけです。ですからスミルナというふうに書いてある本もあります。ともかくもそのスミルナ、イズミルでゼウス像が見つかるわけです。今ちょうど中央に見ていただいているのがそのゼウス像です。手にサンダーボルト、ライデンを持ってますからね、これはもう誰が見てもゼウス像ということになるわけです。左がミケランジェロが彫ったモーゼ像です。この両者はですね酷似しているんですね。と言いますか、その比較をですね右上で今しています。向かって左が右上のですよ、左がモーゼ像、右がゼウス像ということになります。でこうして比べてみるとですね、髪の毛のふさふさ度、それからひげの長さなどは違いますけども、細かいところ精細と言いますかね、こうして比べていくと違いがないわけです。となりますと両方ともモーゼ像か両方ともゼウス像かということになるわけです。ところがですね、中央の絵を見ていただくと分かりますように、1680年にイズミル、トルコのスミルナで見つかった像は、これは誰が見てもゼウス像だということになるわけです。ローマンコピーではありません。トルコで見つかっています。ローマンコピーというのはですね、一度ギリシャ彫刻を全部トルコへ持ってローマへ持って行ってですね、コピーしたのをローマンコピーというわけですけども、このゼウス像はトルコの中で見つかっています。つまりローマンコピーではないということですね。そういう意味で、ミロのヴィーナスと同じように大変重要な、数少ないと言ったらいいのかな、原産地でできたギリシャ彫刻ということになるわけです。その像とですね、左のモーゼ像、今比較したようにですね、同じなんですね。となりますと両方ともモーゼ像なのか両方ともゼウス像なのかということになりますけども、今も言いましたように中央の像はサンダーボルトを持ってますからゼウス像ということになるわけです。これがやがてねチベットへ入って、それから日本へ持ってこられて五胡書となるわけですよね。そんなことは今日のテーマではありませんけども、要するにこれがゼウス像だということです。でそれが話題になりましてね、となると左のねミケランジェロが彫刻したというモーゼ像はなぜモーゼ像なのかということになったわけですけども、結論を先に言えばですね、ミケランジェロ自身もこの像を作ってもらいながら彫ってもらいながら、あるいは手伝ってもらったか与えられたかそれは分かりませんけども、何の像であるか分からなかったんじゃないかということになったわけです。つまり自分が作った彫刻をですね、何だろう誰だろうということになったときにですね、これモーゼにしようかということでモーゼ像にしたのではないかということになったんじゃないかという話を今日しました。分かりやすく言えばですね、
ミケランジェロ自身は自分でも彫刻家だったわけですけども、その、まあ、彫刻家の範囲にはいたんですけどもね、芸術家の範囲の中にいたんですけども、その上の神、すなわちカイン・キリストというふうに私は位置づけてますけども、カイン・キリストからいろいろとね、こうした彫刻を与えられて、教えられて、あるいはまあいろいろ指導を受けて、こうした彫刻を作っていったということになるわけです。他にもいろんな例がありますね。現在、ルーブル博物館にあります、ミケランジェロ彫という、まあ、ブラノティンが彫ったとされる瀕死の奴隷ですね。それから反抗的な奴隷、あの2体、少なくともですね、はミケランジェロの一応作ってことになってますけども、ミケランジェロが知る由もなかった事実がその中に隠し込まれていたということでですね、ミケランジェロの作品ではないと私は判断しています。まあ、それについての動画は別のところで紹介しましたので、また今日は、まあ、紹介、あ、またそちらでご覧になってください。まあ、この前後によかったらよっていうか、まあ、またこの2、3日ね、ミケランジェロ、ダ・ヴィンチの作品に戻ってきますけども、またそちらの方で時間があれば紹介します。ともかく左がミケランジェロが彫ったモーゼ像、中央が、これが1680年に見つかったイズミル、スミルナで見つかったモーゼ像ということになるわけです。で、これは誰かということなんですけど、今度は右下を見ていただきたいんですけども、これラファエロの作品なんですよね。で、この動画は今日アップロードしてみましたから、また見ていただきたいんですけども、ラファエロの絵の中に描かれているこの人物と顔がまた一致するわけです。で、そのラファエロの絵の中に描かれているその上の人物といいますかね、は誰かと言いますと、これはアヌ王なんですよね。その下に牛が描かれ、そしてその牛をワシが攻撃しています。その牛は誰か、エンキプル、すなわちプロメテウスということになるわけです。その上にいる神、王ということになりますと、エンキの上の王となりますと、そのような罰を与えたのはアヌ王ですからね。ですから、まあ、アヌ王イコールゼウス説とつながっていくわけです。まあ、ギリシャ神話によればですね、ゼウスがプロメテウスにそのような罰を与えたというわけです。はい。その動画も今日ね、たまたまアップロードしましたからご覧になってください。まあ、それがね、元で先ほどのような話題になってきたわけですけどもね、ワイフとの間でそのような話題になったということです。ともかくもこうしてですね、話がつながっていくんですよね。今、右下の方で見ていただいている動画はですね、ラファエロがですね、が描いたと言われている絵ですけども、その絵を解読していくとですね、つまりこの絵の中に描かれているのは中央上にいるのがアヌ王、そして右下にいるのが、今ちょうど牛が出てますけどもね、これ、私初め馬だと思ったんですけどもね、視聴者のある方からですね、立花さんという方だったと思いますけども、その方からですね、これは牛ですという、まあ、連絡をいただきましてですね、またまたよく見ましたら、これ牛なんですね、角がありますから。すなわち、延期プルということになるわけです。そして、これがプロメテウス延期であることはですね、その上にワシが描かれてましてね、ワシがその牛をつついています。まあ、延期プロメテウスはですね、人間改造したという大罪を犯してですね、まあ、ゼウス、アヌ王の怒りを買って、そして体に鎖を巻かれてエルブラスさんへと放たれるということになってくるわけです。ちょうどその動画も今日作ったところですからね、その前後に見ていただければ嬉しいです。ともかくもここに描かれている、今ちょうど左の方に移りましたけれども、黄色い丸で囲んだのがプロメテウス延期、そして上にいるのがアヌ王ですよね。なじゼウスということになるわけです。この顔がですね、また上のゼウスと一致する。奇妙でしょ。だってその中央のゼウス像はですね、1680年ですから、もうね、ルネサンスもう終わっていいです。イタリアのね、ウルネサンスが終わって、まあ、ダヴィンチもミケランジェロもラファエロももう誰もいない時に、まあ、亡くなってしまった後に、1680年に中央のゼウス像が見つかるわけです。ラファエロも1500年以後の人ですよね。1500年代の芸術家でした。ミケランジェロもそうですね、まあ、1500年を挟んで活躍した芸術家、ややそれよりも先に活躍したのがダ・ヴィンチということになるわけです。どうしてこういうことができたかということになるわけですよね。特に上ってますか、左のモーゼ像と中央のゼウス像を見比べていただくと分かりますように、冒頭でね、紹介しましたように、比べていただくと分かりますように、顔が同じということになってきますと、じゃあミケランジェロはどうして、ミケランジェロはですね、左の像を彫刻することができたかということになってくるわけです。ミケランジェロが左のモーゼ像を彫っているときにはですね、
まだ中央のゼウス像は見つかっていなかったわけです。でラファエル自身もまあそのゼウスイコールアヌ王などというようなことは知る由もなかったわけですよね。しかしアヌ王として描いている人物がゼウス像と一致していくということです。まあ、ついでに言えばですね、ミケランジェロはシスティーナ礼拝堂の中にエルシャダイと言われている神を、私が知る限りって、まあ、今日この中で紹介した範囲では2人描いてますけども、2人ともこのモーゼ像とそっくりなんですよね。でまたおかしなことになるわけですね。同じ顔なんだけども、ひげもじゃもじゃの同じ顔なんだけども、一方ではモーゼ像とし、一方ではエルシャダイとしている。まあ簡単に言えばですね、ミケランジェロ自身はそうしたシスティーナ礼拝堂の天井画も描いていないし、彫刻も彫っていないということなんですね。でまあ頭の中がごちゃごちゃになったと言いますか、まあ、神はですねいちいち説明しませんからね、これはミケランジェロ、これはなお前にだけに教えてやるけども、これはゼウス像なんだぞなんてことをね言うわけないんですよね。まあ、作品だけ与えて、あとは自分で考えなさいって感じでミケランジェロに与えた。これは例えばその後ね、1937年のあのパブロ・ピカソの描いたと言われているゲルニカでも同じことが起きるわけです。ですからパブロ・ピカソはあのゲルニカを神によって描き与えられながらもですね、何の絵であるかさっぱりわからなかったんだろうと思いますね。ですから勝手にゲルニカという戦場の名前をつけて発表してしまったというわけです。しかしあれは戦場のゲルニカを描いた絵ではないということですね。まあ、ゲルニカというタイトルのあの絵はですね、戦場のゲルニカを描いた絵ではないということですね。その証明もしましたし、今回私が出版しました、神の証明の中でも第1ページ目にその説明をしています。ですから皆さんもしよろしかったらそちらをご覧になってください。ともかくもミケランジェロも、まあ、パブロ・ピカソもそうですけども、ラファエルもそうですね、こうした作品を残しながらも自分では何の絵であるかさっぱりわからなかったということですね。つまりこうした作品を残したのはその上のもう一人の神、カイン・キリストということになってくるわけです。でカイン・キリストをさらに指導していたのがマルドック・イエスということになるわけですね。ですからマルドック・イエスとカイン・キリスト二人合わせてイエス・キリストということになるわけですけども、そうしたことをこの図らずもですね、こうした絵画が証明しているということになるわけです。で、まあ、右下の方では何を説明しているかというとですね、その円球の横に描かれている、向かって左側に描かれているのがマリアであることを証明しています。マリアの足が一致するわけですよね。ここに、まあ、ちょうど中央に受胎告知の絵がありますけども、赤い丸のところに足が3本指の足がチロンと書き込まれています。これを発見したのは2012年以後の私林博史です。つまりラファエロが知る由もなかったわけですよね。と同時にマリアが魔女である、いわゆるストリックスの魔女であるなどということを私ね、誰も知らなかった、知る由もなかった。しかし私が発見したすなわち2012年以後ですからね、ラファエルの中知る由がないわけですが、しかしダヴィンチも知る由がなかったわけですね。画家としての人間画家としての人間の画家ですよ、知る由もなかったということです。こうしてまあ謎謎謎が続いていってですね、まあ、こうした謎同士がですね、点とするならば点と点がつながって一つの一本の線になったということになります。でつながったということになります。ともかくも今日のビデオダイアリーの中でね、皆さんにこうしてお伝えしたかったことはですね、もう一度上の話に戻りますけれども、左がミケランジェロ・ボナルティの彫刻したと言われているモーゼ像です。で中央がこれが、ゼウス像です。でゼウス像とアヌ王とは今先ほど紹介、ちょうど右に出てますね、下の右に出てますけれども、ラファエロの絵でつながります。これはみんな顔が同じなんですね。で一つ穴があるとするならばですね、何も髪の毛がもさもさで、髪の毛がもさもさでね、ひげがもじゃもじゃであっても、それがアヌ王であるとは限らないしということになりますけれども、そうはそういないんですよね。ここまで豊かな髪の毛、豊かな髪の毛はおかしいですけども、ふさふさの髪の毛と、それからもじゃもじゃのひげを持った人物というのは、それほど描かれてないし、他にあるならばあと一人だけね、ラオコーンということになりますけれども、あのラオコーンについてもですね、私はゼウス像であると判断しています。ギリシャ彫刻のラオコーン像ですね。それくらいなんですよ。そんなにないんですよ。ですからまあそれはね、ひげがある、長いひげがある、髪の毛がもさもさであるからゼウス、あの王、あるいは
というふうには限らないといえばそれまでなんですけども、要するにしかし消去法で考えるとそれ以外にはないということになってくるわけです。それほどいないんですよ、まあ、このような形で表現されている神はね、まあ、ともかくも右下でゼウスイコールアヌということはこれで証明できたわけです。ラファエルの絵画がそのメッセージの中に書かれているメッセージが一つの証拠となりました。そして、まあ、ついでですけども、その今ちらっと真ん中に左、その左に出てきたのはこれがナヒータ、もしくはニフルサングですね。延期の妻でもあり姉でもあるニフルサングということになるわけです。だからニフルサングイコールアナヒータとすると全ては解決するんですけどもね、イスラムの神もそれでつながっていきます。まあ、今日はそのテーマじゃありませんから先行きますけども、要するに上を見てですね、つまりは左の絵をですね、彫刻をですね、モーゼ像としたミケランジェロ、つまりミケランジェロ自身も自分で一応この彫刻は自分で彫ったということになってはいますが、ミケランジェロ自身もこの彫刻の人物が誰であるか分からなかったという証拠になるわけですよね。つまりゼウス像を見てですね、これはゼウス像なんですけども、左の像はですねモーゼと名をつけたということ自体がですね、ミケランジェロ自身が何も知らなかったイコール左の彫刻はやはり彫刻してもらったという、まあそれと強い証拠という強い弱いという言い方はおかしいですけども、要するに決定的な証拠というわけじゃありませんけども、まあ、一つの証拠になるうるなりうる話ということになるわけです。まあ、彫刻そのものは現にあるわけですから、名前なんかどうでもいいじゃないかといえばもう全てがご破産になってしまいますけども、要するに左の像はですね、これはゼウス像であると。でゼウス像であるもの像をですね、モーゼ像としたということは、ミケランジェロ自身も誰の像であるか知らなかったということになるわけです。そしてそれから150年ぐらい経ってから中央のゼウス像が見つかるわけです。サンダーボルトを持ってますからゼウス像です。となりますと左のモーゼ像はモーゼではなくてゼウス像ということになっていくわけですよね。でその顔と同じものをちょうど今右に出てますけども、ラファエルの描いた絵の中に描かれていると。でラファエルの絵の中に描かれているのはこれは誰か、ゼウスかとなりますと、下に延期プロメテウスが描かれている、牛が描かれている、そして和紙がその牛をつついている、すなわち牛イコール延期ブル、すなわち延期お牛、すなわちプロメテウスということになる。となりますとそのラファエルの絵の上に描かれている人物はつまりはアヌ王ということになるわけです。そして顔がつながっていきますから、アヌ王アヌ王アヌ王イコールゼウスということになってくるわけですね。まあ、それが今日の動画のって言いますかビデオ代理のテーマということになります。つまりエルシャダイイコールアヌ王イコールゼウスとつながっていくということになります。では今日はこれで失礼します。バイ。
Ancient History Encyclopedia writes about Prometheus as follows. In Greek mythology, the Titan Prometheus had a reputation as being something of a clever trickster, and he famously gave the human race the gift of fire and the skill of metalwork and action, for which he was punished by Zeus, who ensured every day that an eagle ate the liver of the Titan as he was helplessly chained to a rock. I, Hiroshi Hayashi, wonder if Prometheus is just a clever tricker, but this is not a point for today's video. I hereby prove that King Anu is Zeus, or Zeus is King Anu in this video, with evidence Raffaello Santi had left us for humans. The point is that Prometheus was punished by Zeus, who ensured every day that an eagle ate the liver of the Titan Prometheus. ギリシャ神話によれば、チタン族のプロメテウスはずる賢い詐欺師として位置づけられています。そして人間に火と金属加工の知恵を与えたという罪により、プロメテウスから罰を受けることになりました。プロメテウスはゼウスに体を鎖で巻かれ、毎日和紙に肝臓をついばまれるという刑を受けましたということになっていますが、本当にそうでしょうか？が、それは今日のポイントではありません。私、林浩氏は、アヌ王イコールゼウス説をラファエロサンチが絵画の中に仕込んだ暗号を解くことによって、この動画の中で証明します。アヌ王イコールゼウスでした。広志林、浜松シティ、ジャパン。ラファエロ・サンチもまた1500年後のイエスの操り人形芸術家でした。それはともかくもラファエロ・サンチがこんな絵画を描き残しています。その絵画の右下に描かれている動物は馬なのかそれとも牛なのかということになります。一見すると馬のように見えますが、立花恵子さんという方がこれは牛ではないかと教えてくださいました。牛です。これで謎が解けました。この動物は馬なのか牛なのかですけども、立花恵子さんによればですね、角があるみたいだと。そして耳の位置もおかしいというわけですね。つまりこれは馬ではなくてお牛というわけです。ビンゴです。そしてお牛、牛ということになれば、つまりはプロメテウスを意味するシンボリックな動物ということになります。つまりここに描かれているのはプロメテウスということになります。で、冒頭で話しました話を思い出してください。プロメテウスはワシに肝臓をついばまれる時計をゼウスから受けます。そして右がそのプロメテウス像です。右のプロメテウス像は足に鎖を巻かれ、そして和紙に体をついばまれています。この赤い部分が和紙ということになります。そして左のラファエロの絵の中でも和紙もしくはカラスのように見えますが、和紙に体をついばまれている牛が表現されています。これでここに描かれているのはプロメテウスと断定することができます。この黄色い丸で囲んだ部分に描かれているのはワシについばまれているプロメテウスということになります。そしてその右にも一人人物らしきものが描かれています。そしてその上にも描かれていますが、上の赤丸は当然ゼウスということになります。ここでのポイントは、牛イコールプロメテウスということになると、牛イコール延期となり、その上に描かれているのはアヌ王ということになります。つまりプロメテウスイコール延期とつながり、延期の上位神であるアヌ王へとつながっていきます。上の赤い丸で囲んだ人物が
アヌ王ということになると、ギリシャ神話を元にすればアヌ王イコールゼウスということになります。となると、その左下に描かれている、まあ、動物ですけども、人物は誰かということになります。が、この動物イコール人物が誰であるかということについては、ラファエロ自身がその謎を解く手がかりを残してくれました。右の絵もラファエロ・サンチが描いた絵ですけども、この絵の中に奇妙な三本指の人間が描かれています。足元に注意してください。今赤丸で囲んでみました。この部分を拡大してみます。やや明るくしてみます。ここに描かれている足に注意してください。三本指の、まあ、人間ということになります。ここで注意していただきたいことは、左の足とそして右の足が同じであるという点です。ここが今日の一つの大切なポイントということになります。となると、この人物は誰かということですけども、他の人の足を消去法で消していきますと、この上の人物ということになります。この人物は誰なのかということになります。で、その謎を解くヒントを今度はミケランジェロ・ブアロルティが残してくれました。ミケランジェロが彫刻したとされるピエタ像です。このマリアの向かって左側、右手に注意してください。中指と薬指がくっついています。シグナム・マラーノです。中指と薬指がくっついている点に注意してください。マラーノというのは隠れユダヤ教徒の別紙語でした。このような形で、左の人物はマリアであることをラファエロ・サンチは私たちにメッセージとして残したということになります。つまり三本指の人物はマリアの足ということになります。ここが次のポイントになりますから、注意深くご覧になってください。シグナム・マラーノです。中指と薬指をくっつけています。そしてそのことを知っていた人物がもう一人います。言うまでもなく、レオナルド・ダ・ヴィンチです。で、ここではもう一度そのシグナム・マラーノを確認しておいてください。レオナルド・ダ・ヴィンチも三本指の人物の足を描いています。そしてその足はマリアの足ということになります。受胎告知の絵ですけども、この中央、赤い丸で囲んだ部分に注意してください。この置物の下に三本指の足が描かれています。やや左上の白いのは置物の足です。その下に三本指の足が描かれています。比較してみてください。同じであることに皆さんもお気づきになると思います。つまり、ここに描かれているマリアも三本指の魔女、つまりスリクスということになります。ローマ時代には最も恐れられた魔女です。人間の血を飲み、そして肉を食べていました。ウィキペディアの方では、邪悪なオーメンの鳥と表現されています。つまり、ダ・ヴィンチもその事実を知っていたということになりますが、もともとダ・ヴィンチもミケランジェロもラファエロも1500年後のイエスの操り人形でしたから、このようにコンセプトが一致していたとしても何らおかしくないということになります。それはともかくも、その足がラファエロの絵の中にも描かれているというところに注意してください。こうしてマリアとつながっていきます。そしてそのプロメテウス、マリアの上にいるのが当然ゼウスイコールアヌ王ということになります。で、そのゼウスですけども、17世紀に発掘されたゼウス像と比較してみてください。17世紀にスメルナというところで発掘されました。
そのゼウス像とコンセプトを共通します。こうしてゼウスイコールアヌ王、アヌ王イコールゼウス説が固められていきます。右がアヌ、左がゼウスということは、ゼウスイコールアヌ、アヌイコールゼウスということになります。となるとゼウスの向かって左側にいる女性らしき人物は誰かということになりますが、流れからするとニンフルサグということになりますが、これは確実ではありません。消去法で考えていくと、延期の妻でもあり姉でもあるニンフルサグということになります。そしてこの白い丸で囲んだ人物、子供たちは誰かと言いますと、流れからするとアダムとイブではないかという仮説が立ちますが、これも定かではありませんが、ここではっきりしていることは、上にいるのがゼウスイコールアヌ、そして右下にいるのがプロメテウスイコール延期ということになります。そして左下にいるのがマリアということになります。で、結論ということになります。もう一度ラファエロ・サンチの描いたこの絵を見てください。そして右下に描かれているのが牛と分かることによって、この絵の持つ謎を解くことができました。立花恵子さん、どうもありがとうございました。私もこの動物は馬と考えていましたが、これは牛です。つまり延期、プロメテウスということになります。そしてその左にいるのがイシュタール、つまりストリックス、つまりマリアということになります。そしてその上に乗っているのがアヌ王イコールゼウスということになります。ギリシャ神話のゼウスと、そして堕天使プロメテウスの関係がこの一枚の絵で全て説明されるイコール証明されるということになります。そしてその上に一人、もう一人忘れてはならない神が君臨しています。今赤い四角で囲んだ部分に注意してください。天井から光が伸びているのが分かります。つまり下にいるのがゼウスイコールアヌ王ということになると、もう一人上位の神、つまりソフィアがこの絵の中に描かれているということになります。それについては別の動画で証明説明していますので、どうかそちらをご覧になってください。ともかくもこの動画の結論は、アヌ王イコールゼウス、ゼウスイコールアヌ王であったということです。これでゼウスの謎が解けました。 Bye for now. Thank you.